川西駅は山口県岩国市川西2丁目にある西日本旅客鉄道、西木川鉄道の駅、JR 西日本の管轄駅である。JR 西日本の岩徳線と西木川鉄道の西木川清流線の営業場の分岐駅であり、ホーム上に西木川清流線の0キロポストが設置されているが、施設上の分岐点は1.9キロメートル先にある。 森が原信号場である。当駅と森が原信号場の間は、JR 西日本と西木川鉄道の両方が、第一子鉄道事業者となっている。西木川西流線は当駅が起点であるが、全列車が岩徳線経由で岩国駅発着である。ただし、岩国駅、川西駅間は、JR 線への乗り入れとなり、西木川鉄道の車両で運行される列車であっても、 JR の運賃が適用される、駅ホーム。右側に、西木川清流線の起点表が見える、短式ホーム一面一線を有する地上駅。山の斜面に設置されているため、駅入口から駅舎付き風のホームを見上げる状態であるが、京城駅ではない、岩国駅管理の無人駅である。ホーム上に屋根付きの待合施設や、 近距離の JR 普通乗車券のみを扱う自動券売機が設置されている。1日の平均乗車人員は以下の通りである。駅と駅周辺 ABC 岩国高等学校100周年記念し、山口県立岩国高等学校記念し、編集委員会山口県立岩国高等学校1980年。ありがとうございます。